本動画では USF シリーズの筐体 USF212BS、USF105AS について説明いたします。アジェンダはご覧の通りです。まず概要から説明いたします。USF212BS、USF105AS はUSF シリーズのモジュールを搭載するための筐体で、自由なシステム構築を可能にする製品です。USF モジュールを前面パネルから交換することができ、ホットスワップが可能となっております。また、フレームの状態を SNMP 監視することが可能です。こちらが USF212BS の前面パネルとなります。USF212BS では最大12枚のモジュールを搭載することができます。オプションの電源ユニット USF212PS を実装することにより、電源の二重化が可能です。続いてフロントモジュールの実装を実演いたします。まず、左右のつまみネジを緩め、前面パネルを引き出します。次に、フロントモジュールを基板ガイドレールに合わせて挿入します。必ず、リアモジュール、フロントモジュールの順に取り付けてください。最後に、前面パネルを押し入れます。こちらが背面パネルです。元禄入力用コネクターを2系統装備しています。入力された元禄信号は実装したすべての USF モジュールに共有可能です。こちらが USF105AS の前面パネルです。USF105AS では最大5枚のモジュールを搭載することができます。オプションの電源ユニット USF105PS を実装することにより、電源の二重化が可能です。こちらが背面パネルです。元禄入力用コネクターを1系統装備しています。入力された元禄信号は実装したすべての USF モジュールに共有可能です。 USF シリーズの筐体はそれぞれ対応するモジュールと搭載可能数に違いがございます。こちらの表をご確認ください。詳細はホームページも合わせてご確認ください。こちらが USF212BS の WebGUI 画面となります。ステータス、アラーム、ネットワーク、SNMP、ユーティリティの項目に分かれております。まず、ステータスについて説明いたします。ステータスを選択すると、スロット1から12に実装されているモジュールとスロット名称が表示されます。スロット1から12に実装されているモジュールをクリックすると、各モジュールの設定画面が WebGUI の右側に表示されます。次にアラームを説明いたします。アラーム1からアラーム6の項目で、各アラーム端子の機能や警告アラームの詳細を設定します。また、ファンクションの項目では、アラームが出力される条件を設定することができます。次にネットワークを説明いたします。白枠部分に、変更したい設定値を入力し、中央下のアプライを押すと設定が反映されます。LAN Settings の項目では、LAN A ポートのネットワークを設定します。LAN A ポートは1つの IP アドレスで各スロットのモジュールにアクセスできるため、
使用する IP アドレスの数を減らしたい場合に有用です。 LAN1、LAN2 セッティングスの項目では、内蔵のスイッチングハブに接続されている LAN1、LAN2 ポートを設定します。スロットセッティングスの項目では、各スロットの IP アドレスを設定します。次に SNMP を説明いたします。 SNMP セッティングスでは、 SNMP マネージャーから USF212BS を監視する際の各種設定を行います。トラップセッティングスでは、 USF212BS から SNMP マネージャーに対する各種トラップ送信を設定します。ユーティリティを説明いたします。ネットワーク設定または SNMP 設定を変更した場合、システムリスタートの項目からシステムのリスタートを行ってください。パラメーターバックアップの項目では、 USF212BS の設定パラメーターをエクスポート、インポートします。ファンスピードセッティングの項目では、前面側の冷却ファンのスピードの確認、最低回転速度の設定が可能です。設置環境に応じて設定を行ってください。また温度監視可能なモジュールの場合は、温度監視による自動制御にも対応可能です。対応しているモジュールについては、問い合わせいただくか、各 USF モジュールの取扱説明書をご確認ください。スロットネームの項目では、スロット1から12に名称を設定することができます。こちらが USF105AS の WebGUI となります。詳細はホームページをご確認ください。システム構築に USF シリーズをご使用いただけますと、コスト、スペースを節約することができ、最適なシステムを構築することが可能です。また USF モジュール製品には多数ラインナップがございます。合わせてご検討のほどお願いいたします。